早速、はい、ユネシアルという、はい、2020年に難民支援に関わっている学生が結集して始まった組織の今現在代表をしております。東京大学2年生の金沢玲と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何人ぐらいいるんですか？今115人ぐらいです。115人はい、日本中で。そうですね、所属している団体が18団体あって、うん、そのうちのユースイネチュアルに直接関わって活動してくださっているのが115人いらっしゃる、それを金沢さんが統括してる、はい、そうです、一応その立場にいます。ボス、はい、おいくつなんですか？19です。 19? はい。わー、皆さんそれぐらいの年齢ですか？そうですね、でも31歳の子人も、31歳のユースもいるってことですか？そうです、最年長31歳。何歳までユースなの？ユースと呼ばれていいんだろう？自分がユースだと思っている限りユースである。あ、そうなんだ名言出ましたね。自分がユースと思っている限りユース。どういうきっかけで始められたんですか？この難民支援、そしてこのユースユニシアに入ろうと思ったきっかけっていうのは何だったの？私自身はそうですね、高校生の時にこの間難民映画祭にも取り上げられているデニ・ムクエゲさんの存在と、うんうんうん、あと紛争鉱物の問題を知った時からアフリカそして難民問題に関心を持ち始めました。でその時にですね、私が使っているスマートフォンの原料になっているレアメタルもそれによって紛争が引き起こされていることだったりとか、その女性たちが犠牲になってしまっていることっていうことに私自身、今までその無関心であったっていうことも、知らなかったっていうことも加害者の一人であるっていうことを認識して、それで難民支援そして難民問題に関心を持つようになりました。実際に活動していて手応えとか、多分いろんな人に話すると思うんだけど、どう感じますか？そのいろんな人にこう、話をしたりとか、意見を求めたりとかするときに、関心は高いですか、低いですか？1対1で本当に一般の人たちと難民支援について知ってるか否かっていう話を結構することがあって、例えばその、ほっこり戦闘プロジェクトっていうのをやったんですけど、ほっこり戦闘プロジェクトそうですよね、戦闘っていうフィールドで、その難民支援について考えてもらうっていうプロジェクトをやったんですけど、それ戦闘に浸かりながら喋るってこと？なんかそうクイズに答えてもらったりとか、同研に参加してもらったりとか。のぼせないの？いや大丈夫です。なんかそこで本当に銭湯で働いてる方とか、その地域の商店街の人たちにこういうプロジェクトあるんですけどっていうふうに見せると、ユネチュアルって何みたいな、ところから始まるんですよね。実際に私たちから一般のその立場からそういう、遠くに思えるような人たちに支援する手段っていうのが実際にこういうふうにあるっていうふうに、私たちがこう一対一でこうお話しするだけで、いやそういうふうに自分が関われるんだったら関わりたいよっていうふうにやっぱ言ってくださるし、遠いと思ってるけど、いやそれは思い込みだよねっていうふうにやっぱり感じてくださっていて、それが選択肢として多分見えていないだけであるっていうことを、私たち若者の声もそうだし、本当に一般のこういうふうなムーブメントをやっぱ起こしていく、その積み重ねによってその意識が変わっていくんだなっていうのはすごく感じました。はい、俺なんかは逆にその10代の頃、はい、難民問題知らなかったし、いや本当に、実際でも難民問題はね、本当に、このユネシアル自体もその第二次世界大戦後、実際難民別に住むところを追われるっていう状況だったり、紛争をもとにそういう人々が そういう本当に困難な生活状況を強いられているっていう状況は、もうこれ戦争以前も多分何千年と続いてきたと思うんだけど、自分たちが若い時にこういうことに気づけて、人の痛みを知って、何かそのアクションをしなければいけないっていうことって、すごく僕は尊いと思うし、すごく僕たちも大事にしなきゃいけない、次の世代に。つなげていくために、で周りのその多分同年代の人たちとの温度差ってすごい感じると思うんだけど、上の世代、例えばご両親とか、親戚とかだって話するでしょ、どういうリアクションをされますか？特にその走ることで難民支援につながるみたいな
ピースウォークっていうのがあったと思うんですけど、うん、それにはあの多分親戚一同参加してくださったのかなって。マジですごい。それはでも私が布教したからなんですけど、すごくあの協力的に参加してくださってますし、うん、やっぱその自分たちがいかに楽しくやってるかっていうところだと、そのここに表示されてるその NHR 難民安水写真展乗り越えるっていうのは、うん、私が初めてそのリーダーをやって作った写真展なんですけど、あ、そうなんだ。これをあの実際にあの作った時はどういう思いでやったかっていうと、やっぱりそのコロナとかそのいろいろなところでそのやっぱり逆風が吹き荒れてる中で、うん、でも彼ら彼女たちがその人生における困難を同じようにこう乗り越えてきたっていうところをあの伝えることができれば、人々にその希望をやっぱり難民の人たちだけじゃなくてこれを見ることによって与えることができるっていうふうに思って作った、うん、でその彼ら彼女らはその人間が持ってる潜在力の体現者なんだよっていうのを伝えられるようにあの頑張って作ったんですけど、それをあの今年の6月の20日に、うんうん、世界難民の日にイブラヒム・アルフセインさんに実際に来て見ていただいて、うん、すごく喜んでいただいたんですよ。それがすごく、イブラヒムさんは、はい、パラリンピック、そうですね、あの難民選手団、水泳選手ですね。今何箇所ぐらいでやってるんですか？数十箇所に上ったんじゃないかなと私は思っているんですけど、うんうん、でもその、はい、そのセットを、はい、あの送付して、はい、で飾ってもらうって、はい、そうです、演じてもらうとかね。そうですね、すごいね。日本にいる普通のアスリートの人たちにもね、はい、なんか協力してもらってもいいかもしれないね。北島康介くんとかさ、なんかそういうさ影響力のあるアスリートのみんなになんか見てもらって、多分彼らもやっぱり乗り越えてきた人たちだろうけど、この人やっぱ難民アスリートってアスリートとして乗り越えるのと、うん、難民として乗り越えてるのも20じゃない、20も30も乗り越えてきてる人たちでしょ。絶対ここから受け取るそのパワーってあるよね。宮部さん自身はどうしてこういうふうに続けていけるのかなっていうのは気になってはいて、その難民の人々と関わっていく中でやっぱその音楽を通して難民支援っていうところもそうだと思うんですけど、逆に自分自身がそのあの難民の人々と関わる中でエンパワーメントされたりとか、そのインスピレーションを得たり活動にもっともっとこう従事していきたいというふうに思うようなことがあれば教えていただきたいなと思います。それはだって毎回、いや、そうですね、難民キャンプ行くたびにパワーももらうし、一度見てしまったら目をそらせないっていう、うんうん、知らないふりできないよねっていう、うん、実際自分も知らなかったし、うん、こういう難民問題自体、うんね、ギター持ってイエーイってもう世界中回ってただけだから、うん、やっぱ見てしまったらさ、うん、知らないふりできないじゃない。でそこでやっぱり自分に何ができるのかっていうので始めて、で実際親善大使になるつもりはなかったというか、うんうん、実際まあ親善大使ってやっぱ形というか肩書きでしかなくて、そうですね、うん、実際何やるのって話で、はい、でやることって決まってて、難民キャンプ行っていろんな人とのいろんな人の、うん、まあ、暮らしを僕たちは肌で感じてそれを伝えるっていう媒体でしかなくて、でそれの伝え方 そのツールとして僕は音楽だったり、うん、演技だったりファッションだったり、うん、今いろんなツールがあるからそれを使って、うん、あのたくさんの人に広めるっていう役目をさせてもらってて、うん、実際やっぱ堅苦しい言葉で喋っててもさ伝わんないじゃない、はい、でしょ。だってほっこり銭湯で話す時もさ、いや難民問題のっていうことよりもさ、ね、こういう人たちがいて大変なんですよっていうことじゃない、はい、そうですね、言ってみたら、はい、その温度感っていうのは、うん、なんか無理ない程度でやっていきたいなと思ってるし、うん、そのバランスは取れてるのかなと思うけどね、うん、そういう感覚でみんなともつながっていきたいし、これは僕たちアーティストがやってることも、うん、でみんなユース、ユニシャルのみんながやってることも、これ政治家の皆、うん、さんできないことだから、うん、絶対に、うんうん、そこは胸張って自信持ってやっていってほしいなってすげえ思いますね。ありがとうございます、うん。